金沢武人は、茨城県北茨城市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。茨城県立磯原高校時代は目立った活躍はしなかったが、1997年に NTT 関東公式野球部に入り、1998年の社会人野球日本選手権大会でリリーフとして登板し、注目を浴びた。NTT グループの再編により、 NTT 関東の野球部がその年限りで敗部となったため、規定より1年早く1998年のドラフト会議で阪神タイガースに2位指名され入団。2002年には中継ぎとして50試合に登板5勝を挙げた。2003年も36試合で防御率2点台と安定感を誇った。2004年には史上9人目となる1イニング4奪三振を記録。 2005年に右肘を故障した。2006年に復帰、4月9日に2年ぶりの勝利を挙げた。6月9日に結婚。2007年の開幕前、ショーダジュとの交換トレードで北海道日本ハムファイターズへ移籍。2008年終盤に先発に転校するも10月2日に球団から戦力外通告を受けた。 その後の12球団合同トライアウトには参加しなかったが、オリックスバファローズの入団テストを受けて11月15日に合格内定、12月8日に楽天を戦力外になった高波文一と共に正式に発表され、12月15日に正式に契約した。背番号は50。2010年シーズン中の4月30日、荒金久を 金子圭介との2対1の交換トレードで福岡ソフトバンクホークスへ移籍した。9月18日の埼玉西武ライオンズ戦で3年ぶりの勝利を挙げた。一席当初は点差の開いた場面での投板が重だったが、徐々に信頼をつかみ、2002年に次ぐ38試合に投板。加藤啓介、森福雅彦と共にリリーフの新戦力として対等し、 ホークスの7年ぶりの優勝に貢献した。2011年は、セッツただしの先発転向甲府児の故障などから前年よりも重要な場面での登板が増え、その期待に応える高騰を見せた。7月20日の西武戦では、初西ブ以来約9年ぶりとなる西武を記録した。自己最多の53試合に登板し、 防御率も1.66と安定した成績を残しチームの連覇に貢献し、日本シリーズでは3試合に登板し3回無失点に抑えチームの日本一にも貢献した。2012年も引き続きセットアッパーとしての役割を期待され、オープン戦では高騰するも開幕直前に体調不良を訴え開幕は2軍で迎えた。それでも一軍昇格後は安定した投球を見せ、 結果的に49試合に出場、防御率も昨シーズンよりは悪化したものの、それでも2点台にとどまりリリーフ陣の一角を担った。契約公開では300万円増の4800万円で公開した。2013年は中継ぎとして27試合に登板したものの、防御率が3点台を記録するなど、前年から調子を落とした。10月26日に、 球団から戦力外を通告された。通告後は12球団合同トライアウトへ参加するなど、現役続行への道を模索したが、11月29日に現役引退を表明し、15年間のプロ野球生活に終止符を打った。打撃投手に転身した2019年から、同スコアラー。阪神タイガース公式サイト等では、金助というニックネームで呼ばれていた。 また、2003年の優勝祝賀会では、ABC の武田若子アナウンサーに、金ちゃんと呼ばれていた。ホークスの勝利の方程式、SBM に、甲府寺、森福、金沢を加え引けし6と呼ばれることがある。ありがとうございます。